ゴルファーのためのクレジットカードゴルファーズプラスカードが登場しました。このカードはポイントカード機能、クレジットカード機能、さらにゴルファー保険が一体となったカードです。このカードで決済すると最大 3% のポイントが還元されるので、そのポイントを使ってたくさんゴルフに行きましょう。このカードにはゴルファー保険がついているので安心してゴルフを楽しむことができます。ゴルファーなら持っていて間違いなしのカードなので、お早めにお申し込みください。おはようございます。おはようございます。タイです。ノイです。カメラジュンです。はい、今日はですね、アコーディアゴルフのアクアラインゴルフクラブにやってきております。今回もタイちゃんとほのちゃん2人にご出演いただいてるんですけども、前回ねマッチプレー対決やったんだけど、うん、すごい雨で途中でできなくなっちゃったんで、まあ、今回リベンジマッチプレーということで、この間は引き分けだったね、うん、はい、今日は頑張って18ホール回っていきたいと思います、はい、で前回とポイントをちょっと変えようと思ってます、うん、まあ、ボギー0点だったけど、ボギーは1点、うん、パーが2点、バーディー3点で、アルバトロスホールインワン10点なかなか勝てるね、それ。それ出たら勝てるね。まあ前回そのボギー叩いちゃったらもう点数入んないで諦めちゃうっていうのがあったんで、あ、まあ、一応ボギーも行って、でも頑張ってバーディーを取ってってください。はいそれでは早速リンゴルフのアレンジマッチプレー対決、タエちゃん対ほのちゃんやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。じゅんちゃん、なんでだよ。太鼓、太鼓から。今日は白 T からですね。はい、お願いします。1ホール目、パー5、495ヤード。ちょっと左、はい、大丈夫かな、行ってきました、うん、そうだね打ち直ししないのは草って書いてあったよコメント欄にマジっすかどういう意味で草なのか分かんないけど、草笑ってくれたのかね、お願いします。お願いします。まあ、よかったね。よいしょ。足つった？筋肉痛で。あ、そうなんだ。なんです。なんで？一昨日なんですけど、うん、ウェディング行って、うん、結構がっつりやったんです。なるほど。はい。だんだんほぐれてくると思うので。あ、なるほどですね。はい。ありました。ちょっと。あ、よかったね。はい。今日はね、徹底的に暫定球を打っていく。うん。食べますよ。まずそんな球打たなきゃいけない。うん。バーディー飛んだから。そうです。あれ？これやば。すごい巻いてますね今日。うん。タイプ1番です。はい。
これは大丈夫。うん。ナイス。はい。完璧じゃない。めっちゃいいショット。え？結構風がすごいですね。風吹いてきた？たーちゃん拾っちゃった。大丈夫？ありがとう。はい、今年結構ゴルフやってる？あ、私、うん、私はまだそんなに5回ぐらいかな。あ、5回ぐらい。はい。来週は6回ラウンドが入ってます。めっちゃな。来週はいっぱい入ってる。ほぼだね。はい。まだ？あ、週2回ぐらい。あ、週2ぐらい入ってた。はい、やっぱさ、冬は減るよね。寒いもんね。寒い。はい、1球目なくなっちゃいました。はい、暫定球。右、うん、風かな。ちょっと上げてますか。うん、はい、68ヤード。下がちょっとドロドロしてそう。うまい。すごいね。なしだったらダフっちゃうよ。始めだね。はい。おー、惜しい。ナイス。さま。読んでましたね。ライバー、これ入んないと話にならなかった。なるほど。ハムちゃんバーディーパットだから。そうか。OK です。ありがとうございます。バーディーパットです。ナイスパー。やー、入れたかったね、今。美味しい。ありがとう。グリーンじゃない、なんか、釣れるのか釣れないけど、練習グリーンから微妙だったよね。ほのちゃんがパーで、見て、ポイントです。早速やられてます。お100ヤードって書いてるよ。100？ マジ？すごいね。はい、2番ホールパー3、100。筋です。何番ですか？ピッチングです。ピッチング。私もピッチングです
なちゃん左のラフ、ラフじゃないか。惜しい。ナイスパー。 OK、 くれました。今日 9.0 って書いてあったけど、もうちょっと重そうだよね。それもない、ここ湿ってるから重かった。あ、なるほどね、うん。オッケー、はい、ありがとうございます。ナイスパパー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 パ。左側隣接ホールです。打ち込みにご注意ください。フルセない来てないんだ、うん。でもなんか延期ってなってた。あ、延期、うん、私中止だから。え、あ、そうとりあえずフルソで開きました。なんか見たよ。あ、そうそう、インスタに載せたから。インスタに上がってた。今って何、みんな着ないかったりするの？それは何、非常事態宣言じゃないけどコロナだからなんかいっかみたいな感じ？あ、そうですね、もう式がなくなっちゃったから着ないっていう子はいました、うん。多分式があればみんな着る、うん、多分、うん。たえちゃん何色着たの？私白です。あ、白、クリーム色っていうか、お母さんの振り袖。あ、そうなんだ。そう、着ました。いいね。ほのちゃんは着なかったけどさ、何色着たいなとか。白可愛いなって思う。なあ、白ね。え、もう決めてた？フルソで決めてない。なんかね、ずっと決めてないって言ってたよね。でも多分3月にやるから。あ、本当？そうそう、3月、うん、そう、前に決めに行くから。あ、そっか。白、白、ののちゃんね、何色っぽい？結構あれ、深めの紫とか、うん。深めなグリーンとか合いそう。グリーンとか、そうそうそう、わかるわかる。ね、暗めの色が結構似合いそう。うん、本当？うん、白か、なんか深めのグリーンいいですね。うん。りゅうちゃん何色着たの？私は赤です。あ、赤っていうか、なんかね、朱色みたいな。うんうんうん、赤、じゃあ明るめな赤ですね。そうそう、私もお母さんのやつを着ました。